オーストラリア海軍が新型潜水艦の導入計画を立てているみたいだね。世界各国が軍備の拡張を着々と進めているね。中国が各国の軍事力を図らずとも引き上げていると言っても過言ではないな。現状で少なくとも日本や周辺諸国にとっては中国が最大の仮想敵国だからね。さて今回は冒頭で紹介した通り、オーストラリア海軍の新型潜水艦導入計画についてと、オーストラリアが双竜型潜水艦の問題点を指摘したことについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。オーストラリア海軍は、1996年より収益を開始させたコリンズ級潜水艦を6隻配備していたんだけど、製造したオーストラリア国内企業の技術水準が不足していた影響で、コリンズ級は静粛性及び信頼性が低く、故障も頻発して稼働率も低いという状況であったため、2000年代後半より後継艦の検討が開始されたよ。この後継艦選定には、ドイツの216型潜水艦、日本の双竜型潜水艦、スウェーデンの A26 型潜水艦の拡大型、フランスのバラクーダ級原子力潜水艦の通常動力変更型が候補に上がり、一時は日本の双竜型潜水艦が最有力候補であったものの、最終的にはフランス案を採用。2018年12月にアタック級潜水艦と命名され、開発がスタートされたんだけど、2021年9月、フランス側の開発計画の遅れやアメリカが原子力潜水艦技術を、オーストラリアへ提供することに合意したこともあり、アタック級潜水艦開発計画は中止される結果になったんだ。さて、オーストラリアが指摘した、双竜型潜水艦への課題点のオーストラリア側の指摘事項だけど、まず低い自動化率。双竜型のコリンズ級よりも7名乗員が多いからな。次に生活空間が前型春潮型よりも狭いことだね。双竜型の水中排水量は4200トンと大きく見えるものの、基準排水量は2900トンであり、コリンズ級よりも基準排水量は少ないため、実質的な生活空間はコリンズ級の方が広いんだ。また、コリンズ級は1人1ベッドが実現しており、食堂も全乗員が入れるスペースを確保しているが、双竜型には、そのような設備はないんだよね。双竜型の内部空間が、日本人向け平均身長 160cm であり、平均身長 170cm のオーストラリア人には狭いことも挙げられたな。他にもコリンズ級と比較して航続距離が短く、巡航速度も遅いことや、コリンズ級に比較して推進機の出力が低いことなど、双竜型は3900馬力であり、コリンズ級は予備機関2000馬力を除いても6000馬力あるんだ。この他にもベッドサイズをオーストラリア平均身長 170cm のサイズにすること、女性専用スペースの設置、炊飯器からパン用のオーブンへの機器変更、アルコール飲料を保管するための冷蔵庫の追加設置、洗濯機の新設等を要望していたよ。指摘に対する日本側の対応だけど、このような指摘を受けた日本は、生活空間の不足については、双竜型の全長を現状の84メートルから90メートル以上に拡大することにより解決。また、双竜型11番艦より搭載されるリチウムイオン蓄電池を搭載することで、航続距離と巡航速度の改善を図っているよ。さらにオーストラリアから要望があったベッドサイズの変更なども実施し、オーストラリアの気候に合わせて、新型吸音タイルと振動低減装置を改良することで静粛性を高める改善も実施したんだ。これらについての韓国ネットの反応では、双竜型は基準排水量と水中排水量の差が1300トンもあるのか。乗員数は我が国の登山アンチャ補給潜水艦水中排水量3800トンは50人程度だから、双竜型よりも我が国潜水艦の方が居住性は高いだろう。居住性は潜水艦の必須性能ではないが、それでも居住性が良い方が乗員の士気向上や作戦期間にも密接に関係してくるだろうね。ただし、登山アンチャ補給は2021年収益の潜水艦だから、収益時期的には、双竜型ではなく、その後継艦の大芸型潜水艦2022年収益予定と比較することが適切だろう。潜水艦は機密の塊だから、詳細な性能は明らかになっていないけど、輸出経験がない日本が開発した潜水艦だから、的性能以外の教員のプライバシー保全の面では、プライバシーを重視する西欧諸国の基準が満たしていないだろうね。居住スペースの拡大は、艦隊設計を見直す必要があるから簡単ではない。日本の双竜型が採用されなかったのは、オーストラリアと日本との潜水艦運用思想の違いが大きな点だと思う。日本の潜水艦運用思想は、主要海峡での待ち伏せ攻撃だ。オーストラリアは、潜水艦の軌道運用を主眼としているから、素流型の航続距離の短さや出力の低さについては、オーストラリアの運用思想に合致していなかったんだろう。オーストラリア海軍の元潜水艦艦長が記事のコメントで、日本とオーストラリアでは潜水艦に求める方向性が全く違うと言ってたな。日本は防衛産業の競争がないから、兵器の質が落ちてるっていう記事も見たことあるよ。日本の潜水艦は深く潜水することができる分、船体を分厚い特殊鉄鋼で覆っているから重くなっている。その重くなった分、浮上に必要な浮力を得るために大きなタンクが必要だから、水中排水量と基準排水量には大きな差があるんだよ。韓国も船体の日本並みに分厚い鋼板で覆えば、深く潜れる潜水艦なんて作れますよといった様々な意見が寄せられていたよ。一方で日本ネットの反応では、日本人の平均身長が 160cm ってのはさすがにない。高齢者ならそんなもんだろうけど、それ以前にオーストラリアは大した潜水艦運用実績もないのに、的を得た問題点なんて挙げられないだろ。日本は超高齢化社会だから、全人口での平均身長は 160cm ぐらいなのかもよ。自衛隊員だけなら、そんなに低くないだろうけど、日本の潜水艦の乗員数が多いのは事実。前に呉の潜水艦博物館で潜水艦の内部を見たけど、アナログケーキばかりで古臭かった。日本ってロボット大国じゃないの？乗員数が多いと酸素も増やさないといけないし、居住性も悪化するのに。北欧の潜水艦の乗員数は20名程度だ。ソースは5色だらけの自衛隊兵器カタログ。こんな程度の性能の潜水艦しか作れないなら、いっそ韓国から潜水艦を輸入した方が良いだろうよ。いやいや。博物館で潜水艦見たんだろ？なんで博物館で展示されてる退役した潜水艦の内部を見て、古臭くて時代遅れとか言ってんだよ。日本が進んでいるかはともかく、そんな知識でしたり顔で批判されても恥かくだけだぞ。これなら、別の国が艦かな？そこで見たんなら、時代遅れっていうのは間違いないぞ。あそこに展示されている潜水艦が1986年に就役した秋潮型潜水艦だから、もう35年前の潜水艦だな。秋潮型なら古臭くて当たり前。博物館で内部を一般公開されている潜水艦と現用潜水艦が同じ技術水準なわけないだろ。あと、乗員数20名とか言ってるけど、それってノルウェー海軍のウーラ級潜水艦だろ。そういう型は外洋での長期航海を想定した大型潜水艦で、ウーラ級潜水艦は沿岸部での短期航海しかしない小型潜水艦。水中排水量1150トン。排水量で4倍の差があるぞ。それに、双竜型がコリンズ級よりも乗員数が多いのは確かだけど、これは海上自衛隊の運用規定が原因。海上自衛隊は、何らかの機器の故障や戦闘時に艦に被害が発生した際に被害を最小限にするために、各操作系統の大部分を自動操作と手動操作の2パターンで運用できるようにしている。だから、自動操作が機能を失われても、乗員が手動で全ての操作が行えるように多めに人員を確保しているんだ。ロシアやアメリカが、機器の故障で何隻の潜水艦を沈めてきたと思ってる？潜水艦は些細なトラブルで沈没してしまうから、トラブルが発生してもリカバリーできる状況性は非常に重要な事項だ。海上自衛隊は長く潜水艦を運用してきたから、危機回避の重要性をよく認識している結果だと言えるね。船体を分厚くすれば、基準排水量が増えるだけなんだけどな。韓国人は多分意味がわかってないんだろうね。さらに言えば、船体を分厚くすれば深く潜れるという代物でもないだけど、船体を分厚い鋼板で覆えば、その分重量が増加して、浮力を確保するためにさらに船体を大型化する必要が出てくる。でも、船体を大型化すると水圧が強くなって、逆に深く潜れなくなってしまう。だから、深く潜るためには、軽量で高強度な鋼材を使う必要がある。例えば、旧ソ連のアルファ級原子力潜水艦はチタン合金を船体に使用することで解決を図ったんだけど、チタン合金は吸音性が悪くて、潜水深度以外は性能が不足していたって話だよ。韓国人が持ってきたこの私的事項って、潜水艦技術の部分が極秘事項だから、普通は公表されないところだよ。この私的事項がどこまで信用できるのかね。潜水艦技術は最高機密だから、普通は輸出先にも開示する範囲は限られるし、購入を希望する国に全ての情報を開示できるわけがない。普通は、購入希望国の要望に合わせて設計するという方向になる。オーストラリアの新型潜水艦の公募条件に総流型がある程度合致したから、日本は今回応募しているんだろ。そして、オーストラリアの要求にも設計の改良は可能だという回答を日本はしたっていう話なだけだと思うけど、それを総流型のスペック不足とか何やらケチをつけたい記者がいたんじゃないのかなと。こちらも様々な意見が寄せられていたよ。以上のように日韓のネットでは論争が起こっていたけど、どうも日本の総流型潜水艦にケチをつけたい記者の悪意ある記事が発端なようだね。そもそも、総流型が不採用になったのは、オーストラリアの対中関係によるところも大きく、政治的な側面が多分にあったことは周知の事実なんだ。しかし、オーストラリアと中国の関係が極めて悪化した2021年には、オーストラリアは中国の反発を押し切って原子力潜水艦の導入に舵を切り、今回の新型潜水艦開発計画は白紙になったよ。総流型の不採用は、日本がいらぬトラブルに巻き込まれずに良かったというほかないよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。